プネウマとは、規則、風、空気、大いなるものの息、ギリシア哲学では存在の原理、呼吸、生命、命の呼吸、力、エネルギー、聖なる、呼吸、聖なる権力、精神、超自然的な存在、善の天使、悪魔、悪霊、精霊などを意味する。動詞、服を語源とする。ラテン語でスピリトス、そこから英語でのスピリットとなった。 キリスト教でも使われ、日本では、聖霊、日本ハリストス聖教会では、神と訳す。プネウマはもともと規則、風、空気を意味したが、ギリシア哲学では存在の原理とされた。アナクシムネスは、万物の根源、宇宙全体を包括している物質とした。空気中のプネウマが体内に取り込まれ、生態を活気づけると、ヒポクラテスらは考え、アリストテレスは、 植物プシュ系、動物プシュ系、理性プシュ系の三種のプシュ系を区別し、ローマのガレノスも肝臓にある、自然性器、心臓にある、生命性紀脳にある、動物性器の三つを考えた。アリストテレスやガレノスのプシュ系をスピリトゥスとして表記する研究もある。AB 世界大百科事典、意気、ハットフランソはア,アレクサンドル・セマンティック・マップスワンドザ・タイパラジオブ。 コレクサファケーション、インターテワイニングパリシマス、ネットワークスアクロスランテージス、インバンハブ、マルティーヌ、フロムパリシミーツーセマンティックチェンジ、トゥアーズ A、タイパラジーオブレキシカルセマンティックアスシシャンズ、スタディーズインランゲージコンパニオンシリーズ106、アムステルダム、ニューヨーク、ベンジャミンズ、2008年、P195 大事詮、小学館世界大百科辞典、呼吸、 昼ルマ良平、ルネサンスにおける、スピリトス概念と、生命論姿生学研究。第7号、2006.3、25、ピアニッシモ、139から164、東京大学グローバル COE プログラム、死生学の展開と組織化。ありがとうございます。